お世話になっております、マサルです。今回は TPM について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず TPM とは何なのか概要をお話しします。その後に対短波性についてもお話しします。それでは始めていきましょう。 TPM はトラステッドプラットフォームモジュールの略です。公開鍵暗号方式の鍵ペアを作成したり、ハッシュ値を計算したり、デジタル署名の生成・検証などを行うセキュリティチップのことを言います。 TPM の仕様には 1.2 と 2.0 が存在します。 TPM2.0 の方がセキュリティ強度が高く、 PC だけではなくスマートフォンにも対応できています。 TPM は対短波性というものを持っています。対短波性というのは内部のデータや動作などを外部から解析または改変されることに対する耐性のことを言います。例えばハードディスクを暗号化する場合を考えてみましょう。ハードディスクを暗号化して、暗号化に利用した暗号鍵をそのままハードディスクに保管している状態はセキュリティ上好ましくありません。そこで TPM を利用します。 TPM の中に暗号化した暗号鍵の情報を保管しておきます。こうしておけば万が一暗号化したハードディスクが持ち出されても、 TPM に保存されているこの鍵の情報がなければ暗号化されたハードディスクを複合することはできません。 TPM は高い対短波性を持っているので、 TPM 内の情報は外部に取り出すことができず、暗号鍵の流出を防ぐことができます。以上、今回は TPM について一緒に勉強しました。最後に少しだけお知らせです。情報処理安全確保支援書をテーマにした本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日、全国の書店にて発売します。通信販売や電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。書籍化できたのはこの動画を見てくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。これからも頑張って皆さんのお役に立てる動画を作っていきますので、応援よろしくお願いいたします。それではおまけトークです。今回は TPM の過去問に挑戦してみましょう。 PC などに内蔵されるセキュリティチップ、 TPM が持つ機能はどれか、あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。少し考えてみてください。それでは正解の発表です。正解はい、鍵ペアの生成ですね。 TPM は公開鍵暗号方式の鍵ペアの作成、ハッシュ値の計算、デジタル署名の生成・検証などを行うセキュリティチップです。 TPM がどのようなことをするのかしっかり覚えておきましょう。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。